に2年間本当にみんなありがとうございました。やばいそれ頑張ってそんなキャラじゃないでしょ、ね、松田さんが本日をもって独立していくんで、うわ行きますよ。はーい、チーズ。本庄ありました。いろいろ家族みたいなところ、よくここまで頑張ったね。裸の付き合いです。心の支えじゃないですけど、ずっと離れるわけじゃない。こうじゃなかったら2年もっとないかもしれないし、転々とするだろうなと思っとった。泣いてるし。あの人は今みたいな。最後に使ってほしいんだけど、社長のは、うん、もう今言っといてもらっていいですか、酔っ払う前に。ここは最後に使っていただきたいんですか。でもね、一つ言うとしたら、じゃあ久々に見ようぞ。これで宮田やすいにしかし、なんで、なんで、宮田ちなんか裏方なはずなのに。やすいさん、もうちょっと。お疲れ様です。お疲れ様です。皆さん大変お熱い中集まりいただきまして誠にありがとうございます。はい、本日の主役、松田さんが一言いただきたいと思います。よろしくお願いします。なんで主役なの。僕はね、説明がない。2人に同じこと言われて、いや、初めてなんで申し訳ございません。どんだけなんだ、ミオ。いや、これでいいと思う。いや、良くないと思う。じゃあ、そんなこと言ったら、じゃあね、まだお前の3ヶ月どんだけ一生懸命だから出とんか。はい、はい、チームでいつも喋れるよ。もうちょっと後ろバックしてください。お疲れ様です。お疲れ様です。お暑い中集まりいただき誠にありがとうございます。約2年間、暑い日も寒い日も一緒にお仕事を共にした仲間の松田さんが本日をもって独立していくんで、ああ、ちょっといい感じよ、お前。ありがとうございます。ちょっといい感じ。その門出をみんなで祝って、本日はこのような会を開かせてもらいました。松田さんから一言いただきたいと思います。お願いします。お願いします。お願いします。じゃあ一回ちゃんと進行しようね。本日をもって理解道場足場班を卒業させていただくことになりました。最後じゃあとりあえず一本締めで、はい、なんで閉めるんだよ。いや、帰る。とりあえず乾杯の挨拶をしたいと思います。すいません、今日土曜日なのに仕事などに集まってもらってありがとうございます。楽しく旅立っていきたいと思ってますので、楽しく飲みましょう。乾杯。まあ、まず一番やっぱ松田君と関係した河合君の話だ。はい、誰が来た、誰が来たぞ。タケさんのおかさんだよ。おいで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 。松田さん、タケと写真撮ってましょう。はい、翔君に。はい、翔さん、写真撮りたいって。いきますよ。はい、チーズ。もう一枚横も。はい、チーズ。撮ってるか。二人とも顔がごつきすぎじゃないですか、ちょっと。なんでいいですか、ベトナム人たちは。マチャ、マチャさん撮ってください。あ、じゃあ私は撮ります。あ、そっち撮る。はい、タンさんとね。いきますよ。はい、チーズ。はい、チーズ。いきますよ。はい、チーズ。どうぞ。お疲れ様です。 YouTube 待ってます。こんなこと聞いたらダメですけど、どちら様ですか。河合と申します。河合さん。河合と申します、うん、何のお仕事されてますか。何のお仕事ですか。経営コンサルみたいなこと。おー、はい、そういうことです。今日は意気投合して駆けつけた。社長と一緒、はい、ありがとうございます、はい、明太場に、はい、はい、うるさい、うるさい、一番喧嘩したんだ。私組んでる。あ、じゃあ、うるさい、おじさんだったらあれ。こいつ一番うるさいんですよ。なんで一番現場回ってたんですか。一番一緒に回って。いや、でも一番教えてもらったね、こいつと。ゴックさん。キューかな。キュー、アイン、ゴックに。オインさんいないじゃないですか。仕事は教えてもらった。ターンと、リン。あ、トーンも一緒に行ったね。
もう最後らへんは2年目入ってからはトンとずっと結構一緒にトンと2人で回ったりです。でも喧嘩したのは、まあ、も最初の方はトシ君、グエン、俺っていうのはフランクフルートできてるよ。でも入りたてみんな一緒にトゥーさん、トゥーは、はいはいはい、トゥーは、はい、トゥーは俺が来て1年後ぐらいに帰ってきたから、あ、そうですね、途中で、うん、一緒に行くことは増えたけど、トゥーは本当にすごくバリバリだから。確かにすごいって言いますね。トゥーはね、結構ね、ボックと反対、トゥーは静かに見守ってくれる。あ、じゃあ喧嘩とかはなく。そうそう、俺より仕事は知ってるから。あ、俺がやってて松田さん組んでみたいな感じで、俺が組んでて間違ってたらトゥーがいや、こうした方がいい、こうした方がいいっていうので提案してくれる系なの。そうそうそう、それで勉強させてもらったかな。じゃあそんなトゥーさんと思い出の、トゥーの思い出は写真、あいっさ、3、2、1、もう一枚。あ、最後にありがとうございます。ありがとうございます。本当に俺がやることに全部始めます。でも頭痛い、頭痛いよ、これ無理したことに。帰れ一番動く山田思い出があるな。あ、ちょっと待ってください。いいな。こっち向いてください。グエンさん、こっち向いて。3、2、1。3、2、1。私も欲しいです。欲しい。サインはもう。はい、チーズ。もう一枚。はい、チーズ。でも一番喧嘩したのはゴックさん。ゴックが一番喧嘩したね。ゴックさん喧嘩ばっかしてるしね。ゴックさん。喧嘩ばっかしてるしね。最初からこいつと一緒だった。あれやばい。いらっしゃい、いらっしゃい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。違う。明日もう入社当時から今までずっと、うん、タメ口で喋ったこと、まあ、お互いに、まあ、僕はなんでみように僕はとか言っちゃったんですか。俺はもちろん喋ったことない。松田君も絶対に敬語なの。へえ、すごいな。だって松田君は30、もう40手前ですよね。40手前って言ってましたもんね。10個ぐらい違うのに2年経って今までもずっと今日現場一緒だったけど帰りも全然現場だし、別に仲悪いとかじゃなくて、別に仲良く喋るけど、プライベートとかも喋るけど、絶対敬語。みんなに対して敬語。だって私にもそう。私なんか20個ぐらい違うのに。すごいよ。絶対敬語ですもん。あの一番は、一番の思い出としては、棚橋の真似が一番ちょっとやってもらっていいですか、一回だけ。ちょっとあとでいいですか、お願いします。その時呼んでください、ここに収めたいんで。お願いします。棚橋がレイを呼ぶ時の、あの真似がめちゃくちゃ上手。それが一番だ。じゃあお願いします。2年間の中で一番印象的だった。それね、やばいね、もっと違う思い出あるだろうって言うけど、一番そこが印象的。いや、まさか。いっぱいいっぱいある中の一番の印象、そこ一番じゃないけど、それが印象に残ってる。のノリもいいし。確かに酔っ払ったらめちゃくちゃ面白いですから。だってまず36、7で俺らの一足って足場の中でもいろいろある。鉄骨とか枠とか、一足が多分一番なんか筋肉とか体力を使うんだけど、それを2年間続けてきて、やっぱ全然違うな。根性として
だって年も別にそんなめちゃくちゃ若いわけでもないですと、ど素人で入ってきて、うん、それ自分のために勉強して教えてもらうためにか何が言いたいか分からなくなってきて、ゴール見えなくなってきた。あ、じゃあありがとうございました。また後ほど来ますね。ただ橋のモノマネだけお願いします。お疲れ様です。はい、もう月曜日に名古屋に入ります。ほら見ろお前、もう月曜日に今部屋を片付けして、立ち会いして、助かりました。いろいろ松田君には助けてもらって。俺が見つけられた。最初の頃に比べたら全然あれですよね。なんか連絡の回数も減りましたよね。ああ、その現場管理に対する。全然任せれるぐらいになったと思うんで。頑張ってください。またちょこちょこ作る。ぜひ。カキいってないですからね。カキいってないんで、カキを借りましょう。今が旬なんですよね。今卵、うん。もしかしたら2週間ぐらいしたら。早いな。ちょっと早い早い。全然それは早い。え、もう向こうの準備はできてるんですか。全部。オーストラリア方の保険に入って。やってましたね、2年。大丈夫でした、これは。いやいや、たぶん翔くんとハンタくんとかユウタくんやったから、トシくんもそうやし、みんながいたから俺は2年間。さらっと馴染んでましたもんね、なんかもう。さらっと前々からいるかのように馴染んで。なんか居心地はめちゃくちゃ良かったですね。で、翔くん居心地良かったってよ。居心地良かったって。いや、もう翔くんこの顔だる。若いじゃないんで。そうですね、頑張ってください。翔くんのお金で遊びに行きます。ありがとうございます。いっぱい金儲けて自分のこのように第2弾動画撮っとるけど、たけくんのところ第2弾始めましたよ。なくなっちゃったら、ね、そんなに主力メンバーじゃないから。いやでも主力、いや主力でしょう。主力ではない。近々上がる動画で翔くんが言ってるやつ聞いてみてください。ほんまに主力としてちゃんと言ってますんで。まだ公開されてないやつがあるんで。いやいや、自信持っていいんじゃないですか。うん、でも こうじゃなかったら2年持ってないかもしれないし、ああ、まあ、来るとき本当に多分もっと転々とするだろうなとか思っとった。まあね、やっぱ若いところに飛び込んでいくし、俺もそうですよ、ね、まあ、年齢が年齢できたから37で。そうですよね。なかなかの勇気いりますもんね。でもここじゃなかったら多分続いてなかったと思う。そうやって言われるとみんなありがたい一言。同じ会道場メンバーもだから俺辞めたいと思ったこと2年間1回もないし、まあ、ただ本当に体偉いなとか本当に正直足引きずって現場行ったこともあるけど、それでもやっぱ、ね、周りの人が支えてくれたから2年間できたし、自信持って頑張ってください。ぜひ名古屋に来た時は佐々木君。もう絶対行くっすよ。布団用意しておきますね。まあいい、後で松田さんとの思い出をみんなに聞いてるんでお願いします。思い出、神田さんはちなみに一番印象に残ってるのは棚橋のモノマネする、それが一番似てて、そこが一番印象的なんだろうな。思い出とかなんか松田さんに対してありますか。録画面ないよ、なんかないんだけど、すべてがやっぱ一緒に行ったことだし、家族みたいなところすげえ寂しい。めちゃくちゃ多いよ。泣きそうになってるの笑って、お前別れって、私は早い泣きそうになるの。もうちょっと終盤ぐらいでだと思うんですけど、まだ序盤なんですか。別れは悲しいでしょ。悲しい、寂しい。だって月曜日からもういないんですよね。ただの休みじゃなくて普通にいない。飯もいっぱい行ったし、確かにいっぱい行ってましたね。まあ、日本連れてこんな、社長連れてくる、社長寂しくて言葉が出んの。なんかもうなんかあやって笑ったのが、なんか最後だな、早く出たいんかなって。ちょっと松田さん、やっぱりあいつ最後タイムハルは喧嘩ばかりすごい。ねえねえ、喧嘩自慢や。トシさん、一瞬動画に付き合ってほしいです。
一瞬お願いします。松田さんとの思い出とか、松田さんの一瞬、松田さんに対して。松田って。あ、ちょっと静かにしてください。いい理由じゃないですよ。そういうことじゃなくて、思い出でも、なんか松田さんとの印象的に残ってることでも。印象に残ってることでも、何でもいいです、とにかく。あるよ。何ですか。だって、なんかよく昨日、昨日も一緒に仕事したけど、はい、ずっと来とった現場のことなのに、いきなり飛んで忘れてる。仕事のことを。びっくりした。仕事のことを。もう仕事を、もうずっと一緒に、どうだろう、2ヶ月、3ヶ月ぐらいかな、一緒に行って、最後の最後で来れる機会があって、よかったねって言って、やっとったら、忘れちゃってたみたいな、お前、これ、やった？え？これって、こうですよねみたいな、え？みたいな、笑って聞いてるからね、あっちでも、ニコニコです。なんならクレーン作業しとるときにめっちゃ時間かかるなと思って、なんでかなと思って全然違うことやったもんね。何やってんすかって。でもそれもいい思い出ですね。今それもいい思い出。そう、その時はちょっと大変な思いしたかもしれないけど、いやいや、でもそれも思い出や、思い出ですね。もう笑って話してますもんね。だって二人とも、じゃあそんな現場なんかさ、辛いことが何起きようが、でもその場は辛い、確かにね、大変ですもんね。大変だし、さらに辛いけど、でも終わっちゃえば笑い話や。確かに、もうそこが収まればね、事故とか何もなく収まれば。だって事故だって何もなければ実際笑い話なんだよ。いいんですけどね、大きい怪我とかなければ。でも印象はもう本当今までね、無知から始めてよくここまで頑張ったねって、2年間でどうですか、最初の方と今でもうだいぶ変わってきてると思うんですけど。力量的には全然違うと思うよ。まあ、トシ君はもう一番長く仕事をしてる。ですよね、なんかよく一緒に行ってたって言ってましたもん。の師匠、師匠、もう玉掛けから何人やってんやつかでも、玉掛けからブランクの一つの締め方、あんなの普通に簡単に誰でも締めれると思うけど、職人からしたら一つの違う締め方があるっていうか、その一つ一つからもうトシ君には全部教えてもらって、もう小さいことから大きいことまで全部。だからトシ君とやっぱずっと現場行った後に、例えば違う暇の時にさ、違う現場に応援に行くとか通用するもん。そのトシ君から教えてもらったことを初めてそこで力を出せるっていう。基本はでも俺基礎しか言ってないよ、でもそれが大きかったんですもんね。でもその基礎をちゃんと覚えてる覚えてないで全然違う。現場のことは忘れますよね。まあちょっと言ってない期間がいっちゃったら忘れちゃいますけどね。まあちょっとこうなるかこうなるからぐらいのあれなんですけどね。久しぶりにやりすぎてどっかラッチになっちゃうやつ。本当は 50ぐらいの差をがっていう、もう本当小さい世界ですけど、50mm とか 75mm ずれるかずれないかの話ないけど、そのずれが「おい！」って言って俺には言う話だから、さす職人の世界でミリ単位でやっとるじゃん。ミリ単位の世界で、だってそれ50も70もずれるっていうのはちょっとっていう話で、まあ昨日は小さく感じるかもしれないけど、それが大きく変わるからって。なる、ありがとうございました。師匠と弟子の係でした。ありがとうございました。武君、松田さんとの思い出。思いですか。一人一言いただいてます。松田君とは一番の思い出。一番の思い出か。仕事終わって、銭湯で裸の付き合いです。あ、よく行こう。よく行ってました。寂しいな。もともと僕サウナ入ることを抵抗があったんですよ、はい、でめちゃめちゃ疲れてて、松田君がサウナ行ったら疲れ取れるよ、サウナ一緒に行こうか、 お誘いがあって楽しそう、一緒に行ったんですよ。そっからめちゃめちゃハマりました、サウナに。ええー、なー、帰ってきたらまだ一緒に行きたいもんやな。で2人でスッキリして、スッキリする、ご飯食べに行ったりとか、仲良しやな。ありがとうございます。頑張ってください。一言ください。まさくん、あなたは絶対成功する。頑張ってください。ありがとうございます。岡部君、はい、松田さんとの思い出一言。いいですか。
一言で一言一番の思い出エピソード語りきれない10分尺プレゼントします。どうぞ。僕入社時期が同じぐらい、うん、あ同期やったな。そういえば一周さんがいろったもんな一瞬。うん、で僕も松田さんも、うん、そのまあ、空気に入りきれて、うん、で一緒に住み凍ったみたいな感じ言ってた。でもうここで仕事終わったらみんなここ来るんですけど、うん、みんな仲いいじゃないですか、うん、僕と松田さんこれ中入っていいんですか、うん、ずっと外で喋って、うん、でお互いまだ探り合いなんで、うん、お互いも、うん、だから会話の内容も、うん、今日暑かったですねとかちょっと想像できるかもしれない。そんな会話しかないんですよってなった時になんかこう心の支えじゃないですけど、はい、そのなんていうかな僕と同じ立場とか境遇、うん、境遇はちょっと違うの、うん、人間がいることでだいぶ助かりましたね、はあ、だから1個エピソードって言われると難しいんですけど、もう2年間丸々エピソードです。ありがとうございます。寂しいですけど、うん、旅立っていく松田さんに一言お願いします。動画も頑張ってください。応援します。ありがとうございます。ひっくり返して健太郎さんちょっと飲む前に飲む前にお願いします。飲んだらもう言葉しあ危ない危ない危ない。松田さん最後なんで、はい、思い出をこのカメラに向かって思い出というか松田さんに対して。3、2、1。はい。寂しいです、ね、いや終わり思い出じゃない全然。お疲れ様です。松田さん最後だから。お疲れ。そんな一言で終わり。何が寂しい寂しい。お疲れ。健太郎さんと龍二さんだけってそんなコメント。そんなのだと別にずっと離れるわけじゃないの。そうですけど働き一緒に働くなんていうんですか同じチームとして働くのは今日で最後じゃないです。応援では来るかもしれないけどまた別チームとしてじゃないですか。あ2週間とかで、ね、それだったらこの動画何ってなるからじゃあ龍二さんもそれを願ってるんですね。2週間で戻ってくること。何ねえ最低じゃ最低。終わりですか。お疲れ。おしまい。ちょっと冷た。冷たくないよ。ちょっと待って。働き方針。これパワハラで訴えられるかもしれない。働き方針。マジ。あの。あとは枠と同じ径にしたり、なんで枠の上に捨てない。ああそういうことですか。これが一緒。じゃあ枠で。はい。はい。2年間あれだな。本当に感謝しかない。足場は自習生だけど誰もしてるなんでってみんな無視。いいよちゃんと聞いてるよ。集合ちゃんと聞いてますよ。集合なんか可愛くもよし俺か広瀬選手であごめんなさい。ちゃんと締めよう。うるさくない。足場締めよう。分かった分かった。ゲージ君動画的にも照明がない時代でお前ゲージ君はいすいません。足が社長はい始めます。静かに。はい、静かに。正直現場も一緒に行くの早いですよ。でもなんか行ってないよね現場一緒に。静かに静かに後ろ。なんか本当にね、後半は行ってたもんな。まさぎねえできついっす。足場恥ずかしい。まさぎねえできついっす。超よく岡部、一番頼りしっかりしよう。
本当に言ってたよ。ないってのやるけど。しかも、しかも。お前横から口出されるレースにそこ言ってほしかったよ。自分で言え。泣いてるし。あの人は今くらいじゃん。うわ、小カードは行くんだてめえ、ほんとおかま野郎。いや、だからこの子に。小カードは行ってんだ、お前。ゆうじ、俺だぞ、お前も次だけ。できるかな。できるかな。頑張れよ。足場班と、奈良寺君と、矢川君と、落ち、落ち。おはようございます。見せろよ。ないぐらいのなんかあるよね。いつもだったらこんなんじゃないじゃん。いつもだったらもうみんな誰か飛んだとかいなくなった。いや、俺もみんなでボコボコにしてる。面白いじゃないか、みんなボコボコにされた。うおー、マジよね。これですか。どうなんすか。あ、いや、そうだよ、そうだよ。これはゴルフではやばいよ。めっちゃいいよ。じゃあ、キャリーバッグがどうなんでしょ。あ、そうだね。ゴルフ界のメルトリーダーさんだな。あ、そうそう。マジっすか。こんなんマジ。メルトじゃないかな。大丈夫。大丈夫。大丈夫。マジっすか。じゃあ次、社長の方も。これすごいよ。これいい。これすごいよ。2年間の利益全部費やしてみたいな。どんだけだ。いや、こんな。こんなまでちょっとこれは嬉しいよね。みんな結構いろいろね出してくれたね。今飛びたいぐらいです。今飛びたい。いや、飛びたい。飛びたい。出るのだろ。飛ばないから。いや、これもかっこいいよ。抹茶かっこいいよ。マジっすか。抹茶かっこいいって言って。社長が抹茶とかちゃんと。キャリーバッグ。うぇー、ゴルフ界のグッチ。グッチ。ありがとうございます。いいでしょ。いや、本当に嬉しいでしょ。じゃあ僕から最後一言。はい、お願いします。本当に2年間本当にみんなありがとうございました。ガチャガチャ。やばい。頑張って。頑張る。最後ぐらい自信の締めろ。そんなキャラじゃないでしょ。そんなことないよね。まさくん、まさくんだったら翔くんがもっと泣きますよ。やばいっすよ、この後。俺もここ武道士なんすか。アリーナ、アリーナ、アリーナ、最後にアリーナからいきます。はい、はい、いいとこなくて。はい、別に頭がいいわけでもないし、体力あるわけでもないし、だけども一つだけ自慢できるのは、人に恵まれてるんですよ、僕は。昔から前の会社でもそうですし、名古屋に来て一つの会社に2年間勤めると俺は思ってなかったし、その前の会社でも10年育ててもらって、その10年の経験を持って俺は名古屋に一人で戦いに来て、それが通用したってことが俺の結果やし、そこでまた2年間成長できましたと言ってんすかね。足引きずって仕事に行った日もあったし、もうダメやって思ったことは何回もあったっす。きつかったし、でもそれを乗り越えられたのはやっぱ翔くんはじめ足場班のみんなが、やっぱ助けてくれて、2年間俺一回も、さぞお前ら喋っとるろお前、俺やめたいって思ったことなかった。その会社を最後の最後で本当悩んだっすけど、このままここにいたら
ね、仕事毎日行って働いてれば勝手に給料を振り込まれて安定した生活はできるんですけど、自分の中で2年間決めてきてるんで、やっぱそこどうしても曲げれんくて、これからちょっとどうなるかは、まあ、分からんすけど、この2年間で培ったものをまた持って新しいスタートラインに初めて立ったと思うんで、これ今日がお別れじゃないんで、名古屋でこうやってみんなと知り合えて一緒にできたことが俺の力になるし、これからまたみんなとつながっていってビジネスでみんなで成功できればなって俺は思ってます。よーっまあいいところで締めようと思います。まだ続けるみたいなで最後に本当に感謝してます。ありがとうございました。おめでとう。おいしろ全員ボコボコにしろって一番やっとる社長だから最低だわ。一番やっとった俺が。こいつらね。ありがとうございました。泣きました。カットが泣いてました。泣いてました。最後アリーナでどうですか。アリーナは？アリーナ。アリーナ。アリーナまだ時間早い。時間が早い。まだ7時だり。長い。何が関係あるの？あのさ。いや待ってました。いろいろあったけど。うん。ありがとうございます。感動が強いっていう感じで。行きましょう。一本飲み行こうか。はい、いらっしゃい。ビール飲んでください。一本全部飲んでよ。やばいやばい。もう近づけちゃった。見た目がどこに。なんか今みんな初めてこんなことやったから始まりから第2話どうでしょう。こっちも泣いてた。やばいよこれ。やばい。こっち見てください。俺なんか髪の毛がすごい。本当のちゃん。はい。本当のちゃん。いやじゃあお前の気持ちなさ、その歓喜余ったの。何が歓喜。感情がちょっと薄いっていう感じがあります。おい感情薄いな。表に出さないの。表に出さないの。行こうか。はい、いらっしゃい。ビール飲んでください。全部飲んでよ。それだけなんか初めてじゃない。こういうやめ方しか。なんかほっこりしたやめ方がね。確かにないないです。なんか喧嘩とか急にいなくなる。やばいやばい。でもダメ、あっち取ってたからこっちだった。こっちだった。まあでもいいことだよね。初めてこんな別れだよね。なんか幸せなやめ方。泣いとるやん。めっちゃもらえない。なんでお前が泣くうちらも耐えてもらえない。やばいやばいって言って、うちらは耐えてる、ミオは耐えてる、こっちも耐えてる。そんなのなんか空綺麗だなと思って。空綺麗だなー。どうなんだよ。なんで僕なんすか。やめて関係ないのか。やばい。佐々木ファミリー解散動画になるぞ。やばい。ええんか。ええんか。佐々木ファミリー。佐々木ファミリー。ええんか。なんで。めっちゃ泣いとるやん。もう翔くんのもらい泣きから、あの泣きからまずもらい泣きします。俺もぶっちゃけ全然こん。強いですよね。いや強いと思うよ。そのなんか。なんで泣いとんの。だからドラマとか。ちょっとなんかちょっと冷たい気もするけど、ちょっとちょっと冷たい気もするけど。お前らどこで泣いた。社長でもパンドラで泣かないんですか。パンドラで泣かないんですか。パンドラめちゃくちゃ泣ける。なんで。なんで。松田君では一切泣ける。なんで。松田君泣いてますよ。松田さん泣いてる。心配してる。あのこの一番泣いてた方は。もう泣いてないですか。泣いてる。泣いとる。あのすっごい泣いてますけど。別にそんなの言ったんです。そんなにしてお前考えないよ。強気になんなんだよ。いいじゃん強気になんなんて。寂しいね。パンマスタスなんてお前。寂しいね寂しいね。
やばい。まだスタート。今スタートライン。準備期間が終わっただけだ。もうそれこそもうそんなダメだって思ったらもう出戻りやるよ。もうあのどっかフラフラとか許さんでね、戻ってこいよ絶対。そこで感動してもだな、もらい泣くしもだな。無理や。お金こんの行きます。学校行った時以来泣いてもたよ。泣いちゃった。何歳の、あの動画見直してる時に泣いてもらった。寂しいですね。ついこの間生まれたのと、今お達で3歳になった。なんなんやろな、ほんまに。ほんまに感動しまうな。じゃあ締めますよ。あ、はい。翔さん、翔、松田さん、松田、もうちょっと待って。ください。どうかな。あ、ちょっとあのかぶると松田さん顔見えないんで。かぶりすぎてカメラもに落ちて。決まってもねえよお前。何やったんだお前。寂しいですね。寂しいんですね。何を寂しいの。はい。何が寂しいか聞いたよ。カンドラと比べんな。どんだけあいつの話やもん。あのこっちカンドラのこと知らないから何言ってないんだ。日本にやって潰されちゃうのかお前。あのカンドラの話知らんからここ。さっきの人いないんだから。何も分かってねえ。はい、はい、これから、はい、初めて撮影にしなきゃいけないからね。まだまだだってないからね。まだないんで、うん、はい、まあ、今後、はい、まあ一つはこいつらが羨む、はい、ああ俺も独立したい、はい、ロケ道場じゃなくて自分でやってみたいって思えるぐらい長いじゃん、まあ、それがこいつ。そうっすね。まあこじきはいないじゃん、うち本当にいないじゃん。そうっすね。いい男じゃん。はい、いや、いい男じゃないです。ちゃんとやっていくじゃん。はい、どんな辞め方しよう。じゃあ、明日辞めたいって辞めてきやつも、はい、まあ、いろんな意味で笑ってくるよ。抹茶が成功する。そうす、俺はもう損得でしか興味いけないよ。今日ああ、まあ、だから今日この肉体とプレゼント代なんか今後の俺のビジネス的には死ねたもん。今後のね、今後の投資だと思って。投資だと思ったら安いもん、まあ、安いもんでした。100倍に、いや、もうなんて感じや。はい、そのつもりで。はい、頑張ってください。はい、もう泣いちゃうからね、また締め締め、締めの締め。はい、感謝しかないですよ。はい、そうですね。本当に言ったよ、こっちは。いや、俺はまさきくんなんですよ。俺分からんじゃない。あの子なんか戦力じゃないだろう。まあ、ぶっちぎってもらったよりリッターを収めてくるし、まあ、できないならできないというし、あ、まあ、そういうことや。できる、できるならどうでもいいでしょう。それは言ってましたね。もうできんかったらもう翔くんに背面電話して無理です、応援聞かせる。それはなんか俺翔に聞いて覚えがある。言ってたよなお前、はい、めちゃくちゃしないで。で、こいつが職長だったのかな、まあ、言いづらいから、ね、はい、はい、いろんな政治があってね、はい、ただ仕事できる、できるんじゃないか、先輩で言いづらい。いろんな動きがやっぱあるじゃん。10人集まればいろいろあるじゃん。だから、あ、なんか俺ばっかり制限ばとか選択肢がないし、はい、でも朝日になったら、やばそうだったら行ってきれるとかさ、はい、人間入れて、今日はちょっときつい、人間入れてって、はいはい、そういう意味で、朝日を信頼しようっていうのが聞いたことあるかな、はい、俺それすごい記憶になる、はい、でもそうやって、はい、岡本もアート締めてて、はい、助けてくれるんで、はい、翔くんが翔くんもやりづらかったと思うんですよ。やっぱ年が違うし、うん、そういうのも俺も自分でも中でも感じながら、やっぱ翔くんのこと見ながら自分もやっぱやってきたんで、でもやっぱ俺は教えてもらいに来てる側の立場やし、やっぱ全力でやらんといけんしっていうのをやっぱ考えながら2年間やってました。まあ、そこで2年分成長できたし、なんか自分が通用したっていうのも結果でやっぱ残ったし、ありがとうございます。まあ、これから、まあ、松崎君は映られるかもしれないですけど、そうですね、皆さん本当に応援だけしてやってください。はい、お願いします。
ません。はい、じゃあ最後、はい、最後の本当の最後の最後のまた見てるんですよ。あ、了解です。そうですね。はい、すごいのアリエアリエね、待って、それ動画撮りたかった。ちょっと待って、ありがとうございます。本当にいや、そんなにこいつはまた本当にでも応援で勉強してほしいですね。なんかじゃあ今みんなから思い出集めてるんだけど、あーそうだ、松田さん以外からの、あーちょっといや普通にも言っとけよ。じゃあミオは今神田さんに集めたんだけど、あの最後に使ってほしいんだけど、社長のは、うん、もう今言っといてもらっていいですか、酔っ払う前に。ここは最後に使っていただきたいんですけど。うわね、松田君との思い出別にないな。ない、いっぱいゴルフとかも行ったけどない。そんな、でもね、一つ言うとしたら、あ、こいつ成功するなって。そのや一緒に絡み始めて、そうそう、ま、真面目じゃん、真面目、すっごい。お前らの見てないか、俺見てるから。うん、飲んどるとね、結構ガー出すから。しかもその仕事の話じゃなくて、面白いがありつつの自分がそうそう、でガ、俺はこう思ってます、社長がどういうふうに思うが、僕はこう思ってますって、あっとる間違ってるどうでもいいけど、自分の考えがあるから、あ、こいつはもしかしたら、もしかするかもしれない、良くも悪くも曲げないみたいな。そうそうそう、そういう人じゃないと成功しんじゃん。お前もそうじゃん、寺和が思うじゃん。いや、そんなことないですよ。そんなことないですよ。しょうがなくて、かわいそうだもん。まあでも自分の考えは、まあ、しょうがないもんね。ね、そういうのがある人って俺は経営者になるべきかなって。あいつに会う人が集まるでしょ。お前に集まる、あ、会う賞がしたわけじゃん。確かに会う会わないはやっぱあるからね、人間。そうそう、俺に会う人が集まってるから、うん、でも俺に会わんくても真っ先に会う人が集まってるから、そういう人が俺は経営者にとしいなって。また違う色でね。そうそうそう、自分はこういう考え方で絶対行くっていう考えがある人だからの方がいい。俺は赤だけど彼は青とか、まあ、まあ、全部一緒もおかしいからね。ああそうだな。はい、これは十分ですか。はい、まあまあ、ありがとうございます。これ最後ですか。まあまあ、あとプレゼントのタイミングだけ言って。いつ渡すか、翔さんに聞けばいいかな。